アルブレダとリンソン・ジュフレの入り口アルブレダ、ジュフレの位置アルブレダはガンビアのノースバンク地方、ローアーニウミ地区に位置するマンディンゴ人が暮らす農村である。ガンビア側に面した、この村にはポルトガル人が建てた15世紀の礼拝堂跡と西アフリカフランス会社の旧社屋が残っており、それらは世界遺産、クンタ・キンテ島と関連遺跡群に含まれている。また、村自体が 世界遺産の干渉地域に指定されている。ガンビア川沿岸にヨーロッパ人が最初に到達したのは15世紀半ばとされている。それはポルトガル人たちで彼らはそれから間もなくアルブレダにキリスト教の教会を建てた。しかし彼らが向上的に入植することはなかった。アルブレダを向上的な拠点とすることを起としたのはフランス人たちだったが、 それは17世紀後半になってからだった。彼らは1681年にアルブレダに交易拠点を築いた。フランスのセネガル会社は、その2年前にガンビア川北岸に拠点を築く許可をニューミの王から得ており、アルブレダはそれを踏まえて建設された。ちょうどイギリスの主要な交易拠点となっていた、ジェームズ島の向かい側にあり、アルブレダもジェームズ島も領有をめぐって、 英仏などが何度となく争い、アルブレダは再建と放棄が繰り返された。とはいえ、アルブレダも、ジェームズ島も環境はかなり過酷であり、現地の滞在者たち同士では、真水の補給などに配慮をしたり、遠赤に招待し合うなど、十分に友好的な関係が築かれていたという。アルブレダは1814年のパリ条約で、フランスに帰属することが正式に決まった。以降、 1857年に、モーリタニアの交易拠点と引き換えに、イギリスに活用されるまで、ガンビア側沿岸に、フランスが持つ、唯一の拠点として、そして関税をかけられることなくガンビア側流域に、廉価な商品を持ち込める拠点として、重要な位置を占めた。西アフリカフランス会社の社屋イギリスに活用された、あともフランス人が完全に撤退したわけではなく、 1902年にはアルブレダにあった建物をフランス西アフリカ会社が購入し商店としていた。この建物は本来誰が何のために建てたのかわからなくなっているが少なくともフランス領時代の1847年にはすでに存在していたらしい。また隣のジュフレ村に含まれている世界遺産構成資産モーレル兄弟の召喚も アルブレダの稲作地帯に隣接している。現在のアルブレダは、貸しで稲作が行われており、内陸では、植民地時代以来現在に至るまでエガンビアの主要農産物となっている、落花生の栽培などが行われている。貸しに面していることから桟橋があり、クンタ・キンテ島へ行く観光客の船着き場になっている。また、ポルトガル人礼拝堂跡の近くには、 魚市場や魚屋もある。宗教施設としてはモスクが二つある。ありがとうございます。